ルオールデンコトルオールアジョーデンは、イギリスの元バスケットボール選手。南スーダンのワーウー出身。NBA のシカゴブルズなどで活躍した。身長206センチメートル、体重100キログラム。ポジションは、スモールフォワード。リン家族に生まれたデンは、幼少の頃、第二次スーダン内戦から逃れるため、エジプトに移住した。エジプトでは元 NBA 選手であり、 同じン家族出身のマヌート・ボルと出会う。ボルはバスケットボールをデンの兄に教えると、デンの良き指導者になったという。その後、両親と共にイングランドのサウスノーウッドに移住すると、本格的にバスケットボールをプレイするようになり、ジュニアチームで活躍した。なお、イギリスはサッカーが盛んであるが、デンも関心があったといい、当時はアーセナル FC のファンだった。16歳で、 アメリカ合衆国ニュージャージン州に引っ越し、ブレアアカデミーでバスケットボールをプレーした。チームメイトには2005年の NBA ドラフトでトロントラプターズから指名されたチャーリー・ビラ・ヌエバがいた。アメリカでも徐々に頭角を表すようになると、レブロン・ジェイムズの次に優秀であると評する声も聞かれるようになった。全米から優秀な高校生が結集するマクドナルド・オール・アメリカにも選出され、 卒業後は、名門デューク大学に進学し、マイク・シャシェフスキー監督の下で2004年には、NCWA トーナメントのファイナル4に、進出している。2009年、VS インディアナ・ペイサーズ戦にて、デューク大学在学中にアーリーエントリー。2004年の NBA ドラフトで全体7位指名で、フェニックス・サンズから受け、直後にトレードで、シカゴ・ブルズに移籍。 ルーキーイヤーの2004から2005シーズンからローテーション入りを果たし、61試合に出場1試合平均11.7得点、5.3リバウンド、2.2アシストの好成績を残し、同年のオールルーキーファーストチームに選出された。シーズン終盤には手首を故障したが、ブルズの7年ぶりのプレーオフ出場の原動力の一人として活躍した。 2年目の2005から2006シーズンには、さらなる成長を遂げ、78試合に、出場、1試合平均14.3得点、6.6リバウンド、1.9アシストを記録。カーカ・ハインリック、ベン・ゴードン等と共に若手揃いのチームの中心選手となった。チームも2年連続のプレーオフ出場を果たした。06から07シーズンはさらに飛躍し、82試合すべてに、 先発出場を果たし、1試合平均18.8得点、7.1リバウンド、2.5アシストを記録。また、同シーズンのスポーツマンシップがボードに選出された。だが、翌シーズンは、開幕前に契約延長をまとめられず、不満を抱えたままシーズンを迎え、昨年を下回る成績に終わり、チームも、ロッタリー行きとなり、期待を裏切る形となってしまった。 2010から11シーズンは FA で大物選手を獲得するためにハインリックを放出したことでチーム一番のフル株となりキャプテンを任されることとなった。長年課題とされてきた3ポイントシュートの品下数、成功数が大幅に増加しオフェンスに幅が増した。またアウトサイドでボールをもらいカットインしてペイントでのシュートも増えるなど デリック・ローズを支える選手としては申し分のない活躍をした。2014年1月7日にアンドリュー・バイナムと3つの指名権を含むトレードでクリーブランド・キャバリアーズへ移籍した。2014年7月14日にはレブロン・ジェームズが抜けたマイアミ・ヒートへの移籍を発表した。2016年7月2日、ロサンゼルス・レイカーズと4年7200万ドルの契約を結んだ。 2019年9月引退を表明した。2020年11月24日、2021年アフリカ選手権予選に出場する南スーダン代表のヘッドコーチに就任。ミドルレンジからのオフェンスを得意とするが、3P シュートも決めることができ、果敢にインサイドに切れ込み、長い手足を生かした豪快なダンクを決めるなどの一面も合わせ持つ。 多くないがガードでプレーすることもあり、206センチメートルの身長が相手にミスマッチを生じさせる。粘り強いディフェンスもチームに大きな貢献をもたらす。ありがとうございます。